モーリス・デュルフレの組曲は、オルガン独奏のために書かれた作品である。前奏曲、シシリエンヌ・トッカータの3曲からなる。演奏時間、約22分。出版は、デュラン社より。初演は1935年1月23日、パリ四区のサンメリ協会で、デュルフレ自身の演奏によって行われた。第1曲、前奏曲は、 ゆっくりとしたテンポの5拍子からなる連統的主題と4拍子からなるリズミックな主題との交代で構成される。全体的に低音が多く用いられ、重く陰りのある印象を受ける。調整は、最初はっきりと聞き取れないが、徐々に変補単調であることが理解できる。調整や先方からの逸脱の度合いとしては、デュリフレの全作品中最も前衛的である。第二曲、シシリエンヌは、 アバカの三部形式からなる部曲。調整は、チョ調。この形式は、フォーレのシシリエンヌ、あるいはルイ・ビエルヌのシシリエンヌを踏襲している。なお、後年デュリュフレ自身がこの楽章のみを、室内オーケストラに編曲したが、この編曲は、未出版である。第三曲、トッカータは、デュリュフレの曲の中で最もオルガニストの超絶技巧が要求される曲である。 調整は、ロタン調。この技巧的な華やかさのため、この組曲を演奏会の最後の曲目に好んで選ぶオルガニストも多い。トッカータという題名にありがちな動音の必要な連打などは少なく、アルペジオを多用する点で、ドビュッシーのトッカータの影響を垣間見ることもできる。作品全体に、異常の限られた先方第1番及び同。 第二番の頻繁な使用が見られるなど、フランス近代オルガン音楽、特にルイ・ビエルンルやシャルル・マリー・ビドールの影響が強く見られるが、忘れてはならないのは、デュデフレの作曲の詩であるポール・デュカスのピアノ・ソナタからの影響であろう。まず調整の選択において変歩単調、ト単調、ロ単調は、それぞれ長三度ずつの音程関係にあり、五度ド圏上で正三角形を結ぶ。 これは、デュカスのピアノ・ソナタの第三音楽章までと共通する。またロタン調として共通するデュカスのソナタの第三楽章の曲調は同じく早いテンポの技巧的な曲であり、このデュリフレのトッカータとよく似ている。雑誌ザ・アメリカン・オルガニスツのインタビューによると、デュリフレ自身はトッカータを気に入っていなかったらしい。第一主題がすでに悪いと述べている。実際、 デュルフレの自作自演録音には、組曲のうち、トッカータだけが収録されていない。モーリス・デュルフレ、スーベニアズ・ヨートル・エクリー・フレデリック・ブラン、エド、セグ・ウィアー・ ISBN2 から840494116。ありがとうございます。